バネッサニコール・マラーノはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。母親エレンはアグーラ子供劇場の所有者。妹ローラはディズニーチャンネル、オースティーンアリーの人気役者。父親はイタリア系。英語の他に流暢なイタリア語を話す。コミュニティカレッジに通っている。7歳の時からプロフェッショナルな演技を始める。 それ以来、ステージドア劇場の作品にて働く。テレビにおける、最初の重要な役柄は、テレビシリーズ、ウィズ・アウト・エイト・レースのジャック・マローンの上の娘、ハンナ・マローン役である。ザ・カムバックで、バレリーのママ娘・フランチェスカ役、ギルモア・ガールズでエープリル・ナルディーに役として出演。映画作品では、リージ・ハリソンの著書を原作とする映画、ガール・フレンズのレイン・アベレイ役。 そして、ディアーレモン、リマのサマンサ・コームズ役としてそれぞれ出演を果たす。マラーノは、テレビシリーズ、ゴースト・天国からの囁ささきのエピソードで、ジェニファー・ラブ・ヒューイットと共に出演する。マラーノは、テレビシリーズ、ザ・ヤング・ザ・レ・ストレスのエデン役で、総計59話、テレビシリーズ、スコウンド・レルズでは、ホープ役を、総計8話それぞれ出演する。 彼女は今も ABC ファミリー番組スイッチ運命のいたずらに米役で主演している。ありがとうございます。